あ、おる？イガルグさんおる？イガルグさんおる？いやいや、ビートラビートラジェンジやろ、死ぬ。ああ、なるほど、それは死ぬわそれは死ぬ12000か、そら死ぬわ。さあ、1ピーがイガルグさんの手が、2ピーがエローさんの手、開幕ダッシュビー。ここでエドラー、しっかり読んでいる。ガジェットビンガーからじゃんけんポン2、ここで2位からエドラー、3回だけ、3回だけなかった。2位から3位すかして、さあ男子2位を回しまった。ジャンビ当たるが、おねない 4D スパーゴールド出力更新して、エドラーすごい人だけど、ダッシュで取ってっていうのから今度すぐ結果で、ダッシュ2位から男子ダニシーって言ったんだよ。ダニシーからここでバークしてからエドラー、エドラ3回目もう体力勝っている。ここでオーバードライブハイジャンプに出して投げ、ダッシーからめくってダニシー、なんかカウンターしてたよ。 2D から 6B だ、せっかく、あ、だね、2段線から動画表現ズズッチ解放。なんか何今のまずは一本取っていくな、エロサンド人。あれてかさっきバスト2回しなかった気のせい、何だよ。あ、違う、オーバードライブ2回した。さあ、ディームゾーンに対してしっかりこれバスト確定。さあ、ジャンビーに対して西、あれが強い。ディームに対して飛び込めないよ、もう飛び込む気にならないよ。飛び込むのは大変なんだよ。なんでゴディなんだ。ゴディで通して、ゴディで通して、ジャンビー当たって、めぐるから、タッチ、ログビー、ジャンシー、ジャンビーから、タッチ、スイッチ、4ビー、タッチビーから、ガッツビーが、2ビー当たるか、問題ない、タッチ、あと1個だから、ジャンシー、ジャンビーから、タッチ、タッチ、スイッチ、タッチ、4ビー、あー、ガッツビーか、スイッチ、問題ない、ここでバースト、なんか折れちゃった、ストーキング。なんかエローさんの動きが怪しい。まだまだルー。さあエローさんが出ないって言ってる。さあイガルグさんワンチャンある状況。お互い1-1最終ラウンド。さあエースに対してタッチ。あ、ジュックルです、ジュックル。それから最小限。さあジリ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 タッチ。DD 甘えちまったが問題ない。ガードできる。タッチからバグして。さあビースレが出ていたところ。グレンパルシュ漏れてる。ほんで、バリガして、2C が当たるが、カウンターヒットしない。さあ、タッチ、スパークボルト、とりあえずバリガして、ジャンイ、ジャンイ、タッチ、DD に対してタッチ、甘えた、せっかちんから、無双で距離詰める、2C、2C 大空から、アトミックボルダー、ストレッチ、タッチ、6B から、ジャンシー、ジャンディ、6B、ジャンビー、ジャンシー、グレンバリッシュ。4700。さあジャンビー当たって 4D からダッシー、6B ダッシー、ジャンビーからシードラック甘えた、アトミックルだ、スパークボルトからマグネティックコイル、これは当たらない。ビームソーからなんてオーバードライブじゃないので 6C からダッシー、2C からジャンビー、C からいろいろやって膝で戻す。さあバックステック、さらぎステップ距離離して 2D なんか当たってアトミックコイルだ、危ない。ダッシーからここで上向き頭が消し飛ぶ。なんでオーバードライブじゃないの、なんでオーバードライブじゃないの。勝ったのはエローさんの陣です。お、いやオーバードライブしてこれだ、バックしてきるところを持ってこれ出してボディマグナテコイルで殺してで、バーストしなかったらバーストできないからジャンシージャンディー。どう思いますか黒城さん。まああれはあのただカードなくしただけなんだよ。あの人カードなくしちゃったんで。カードなくしただけ。なんか2700銭っていう文字が見えたんですけど。カードなくして2700銭。ああ、リピガが天狗拳のレイチェル。リピガが鎖国ちゃんのアマネ。さあ、岡山のアマネの期待を一身に背負っている。鎖国ちゃんをね、仕掛けていくのはレイチェルがジャンビーで触りに行く。さあ、果たして天狗拳さんはアマネ対策をどれだけできているか。あれはね、なかなかいないんで対策しづらいですよ。さあ、あの長い 2C はなかなか対策できづらいと辛い。強制で振ってくる。 2C ガードしてジャンビー、ジャンビーで攻めかけてくる。さあ、あれが強い、絶倒が強い。さあ、上からすごいところで振ってきて 3C からカボチャ。さあ、前転を枯れない。カボチャを置いて逮捕打つ。絶倒で飛ぶ、絶倒が強い。強制で振ってきて 3C からライフ。さあ、通り動いて。さあ、しっかり見てから前風で逃げる。 3C から
ニエア暴れてほしい。どうせ吹っ飛ばして、どうせないライブだった、吹っ飛ばして。じゃあね、ドリブが来て、さあ 2B で打ってくる、ジャン 2B。 さあ、とりあえず飛んで逃げて、画面端の声だからジャン 2B、 どうせ吹っ飛ばして、ニースイカンタイット、ここでバスト、体力リード天音川。カボチャも相手は迷いできない。さあ天音川様子見、無理に攻めない。さあ、ここでラクライドとしょって、そうだいですか、ここも見せる。大砲が合成で打ってくる、ラグラ取って激レン、ここにはいない。 Z 飛んで上に出て合成出し切る、点別ドリアガードして、ここでカウンターソルト西。さあサムラダン、ここでカウンターソルト、ダンシーを使って Z 飛ぶ、残り10秒 Z。 さあリビーが出しとった、これバット。さあカーズ取ってきた、大砲が取ってソーダイルス、ダメ押しの1本。さあギャラリーから悲鳴が飛んでおります。1本取ってくなった遠京家さんのレイチェル、やはりレイチェルはきついか、開幕達成、ドリル打ってとりあえず距離離す、西井が取って 3C からライブ飛ばしてドリルを取っためる、激励の飛び呼び達成。さあ、Z からのジャンビー、ジャンビー、Z を取る。さあ、3C が前に近づいて、2C に当たる。さあ、交代して、レイジェル側。いやいや、それ見えない。崩れてしまって、ゲオルが置いて、ゲオルがゆっくりする。回転して、ここで 6B、4B だっけ、当たってしまって。4B、4B、6B、6B。6B だって、4B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 、3C 使って、さあこれカウンターソルト、Z。 さあマネの画面はセクシー。さあ Z で逃げる、中央で逃げてくる、 2C でゴールを殺す。さあ台風当たるか問題ない、カボチャ取って合成で打ってくる、 2C ガードしてジャンビー、ここで 6D 外しちゃった、6枚から 8C から 8C 台風を飛んできてガードして、Z ちょっと待って一瞬待つ。さあ、まあ、さあカエルが出てくる、ここでバータイしっかりしていた、ここでアストラル、アストラルやりたかっただけ。いやいい立ち回りを見せてくれたけど、ちょっと遠京弁さんのレイチェル、やっぱりレイチェルきつい。さあ、はい、そしたら準決勝第2試合、ボイ君さんとエローさんです。さあこの組み合わせ、ドイ君さんとエローさん、さっき見たら何回かドイ君さん勝ってたんでね、ワンチャンありますね。さあ1ピカがドイ君さんのラグナー、2ピカエローさんの陣。さあこの2人が対戦すると動画が伸びる。さあ行きましょう、確信証券に対してジャンシーを取るか問題ない。さあ立ち透かしから投げはしっかり抜ける、ジャンシー振ってきて、ここで新勝龍ビエビエだ、熱波から勝っていく、ちょっとダメージ取って、さあこのオーバードライブ出してしまった、オーバードライブ返していく、2からタッチ、タッチからエルズバング、タッチ、タッチ、ジャンシー、ジャンシー、レディアレッジ、もうでも4000じゃないか、まだ降りてきます、2分でもいいだ、おいしい。さあ D 勝利で切り返す。さあスタムネさんからこれがオーバードライブという煽りが、すげえ面白い。入れて入れて、ダッシュからダンディー、ダンディーではリベルでもいいだ、ガードルでしっかり見ている、に固めて西、さあ飛んでジャンディーから逆に仕掛けていくな、ジェンガはさあダッシュからこれはっしっかり殺しきる、ダッシュからしっかり殺しきる。さあ今日レベル高い、一本取ってくるのはドイ軍さんのラグナー第2ラウンド。さあ陣営がバースト溜まってる、早くね、6B。 さあダッシュ投げ当たってしまって面白い。さあ6位細切り、ここで新勝利切り返していく、2位固めて固めて、2位か、じゃあ2位 6B 勝っていった、しゃがみくらい、これは減る、クラストリガーから 6D、 6C からせっかでダッシュ乗って、せっかでどうだ、4点でいく昇竜拳、ここで新勝利切り返して、ここで逃げ、なんなんて逃げて投げ、頑張れクラスト頑張れ、8位からヘルズバング、8位から昇竜拳、すべてになってくる、ガンダルタイムを乗っ取って、なんか一瞬飛んでた、ダッシュからマドオリンとレッドスパイク、ダッシュ、ダッシュから、さあ補正切れる、ああビームパンパラスターオーバードライブから、ダッシュ、ダッシュから動画表で術中スピー解放。さあこれででもバースト使っちゃったんでどうかな、
さあその展開ってラグナガバーストがある状況。さあお互い1-1最終ラウンド。まあでもお互い1-1としてジャンシージャンシーでここ投げ投げ投げは取ってジャンシーからさあ投げ抜け、さあ投げ抜け、しっかり抜けてリムソンに対してここでバースト、ジャンシーが取ってガンダルタですからうまいジャンシー、メリアレスからタッチ、タッチからヘルズマング6ミしか立っているデッドスパイク2から当て投げはしっかり抜けてタッチ D お互い投げ抜けうまいタッチ B 当たってヘルズマングまだ安いさあでもタッチ B 逆転したよタッチ B 2D デッドスパイクジャンシー、ジャンシー様子見タッチ置いとくいやこの緊迫は6ミタッチヘルズマングまだ安いガンダルタですラビットしてジャンシー熱いデッドスパイクが飛んで逆に画面端に交渉台 6D から 6D さあどうする 6D からせっかくタッチビー 2C から2打線3600円叩く C 勝利バリキャッシュからヘルドワングバーストになったかタッチ当たるがまあバーストある状況ビームとバースト問題ないあー怖い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 勝機打ってジャンビー投げができるジャンイからさあ 2-2 デッドスパイク攻め継続様子見から2B 届かないデッドスパイクデッドスパイク当たってしまった勝ったのはドイクさんのラグだーすげー緊迫した戦いだったよかった3位決定戦3位決定戦3位決定戦